にちは、ラムコちゃんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は3月25日土曜日に島村さんで発売されるやつがちょっと気になっているのでね見ていこうと思います。はい、ベルとルナシオンのコラボですね。みんなで作る島村プロジェクトの第4弾となるルナシオンとベルのコラボアイテム、インフルエンサーの花さんとリーさんかなっていう方が若い、多分ね大学生ぐらいだったと思うんですが、はい、監修されるので、それがちょっと気になってます。で、前回までは一部店舗で発売だったんですけど、今回から全部の店舗で発売されるらしいですオンラインは同じ日の13時からということですね。はい、ということで毎回結構可愛いのでなんか好きな感じなんですけど、やっぱりちょっと私から見たら若いかなっていうのも少しあって、少しなら取り入れられるかなと思っています。で、今回第4弾ということで、私第1弾は全然覚えてなくって、覚えてないっていうか知らなかったと思うんですけど、で第2弾で結構購入させていただいて、去年の春夏。第3弾は安くなってからコート1つ買いました。多分そんな感じで、今回第4弾ということで、もう結構春夏っていうか、もうほぼ初夏っていう感じのルックが多いんですが、見ていきたいと思います。ということで今回も単色アイテムが結構揃っているということで見ていきたいと思うんですが、どうだろう、ちょっと気になってるのが2個ぐらいあります。リボンシャツプルオーバーはちょっと可愛いかな。もう最近なんかこういうリボンがちょっとね可愛すぎるって思ってきちゃって、なんかベージュとかだったらまだいけそうな気がするんだけど、多分なんかねあんまりロングシャツとか着ないと思うので諦めます。カップ付きインナーかな、これが890円プラス税らしいんですが、去年買ったのとちょっと似てるようでちょっと違うんですよ。二重になってるので、なんかこの辺のかがんでも胸元が見えにくそうで、それはそれでいいのかなと思います。なのでちょっと気になっています。去年これ買ったキャミソールですね、ブラトップ持ってきたんですけど、去年はちょっとアシンメトリーな感じで、まあ、多分こうなるこんな感じのブラトップだったんですけど、ちょっと形が今回は変わってるかなと思います。素材は同じかわからないんですけど、去年のはポリエステル84、綿が 14% で、真夏がちょっと暑かったんですよ。この辺りにやっぱり汗がこもっちゃって、なんかねつけ心地がこうあまり良くなかったというか、形は可愛いです。あとちょっとやっぱり中のですね、パッドがちょっと心もとない、まあ、ね、だって1000円ぐらいだから仕方ないんだけど、中でちょっとくるくるしちゃうかもしれないですね。毎回着る前に形整えないとまあでもちゃんとね、ここ取り外しもできるし、邪魔だったらね取ってしまえるし、すごい安いなと思うんですが、まあ、大人女子とかお肌が弱い人はちょっとね汗がこもっちゃうかもしれないので気をつけた方がいいですね。やっぱ大人女子はバストとか崩れてくるので、やっぱりこれだとあんまり綺麗なラインが出ないので、まあ、上にダボっとしたやつを着るんであれば全然いいと思うんですけど、ボディラインが出るような服はちょっと着れないんじゃないかなと思いました。だからまあ大人女子はこれが1000円ぐらいだから、まあ3倍ぐらいの値段を出していいやつを買った方がもしかしたら長く使えるかもしれないなとは思いました。ただ今回のやつってこう縦に二重になってて、ここの胸の谷間が見えにくそうっていうのがちょっといいなと思います。次パンツも可愛いですよね。前のねおへそのところがアシンメトリーになってて、これも今年っぽいなと思って見てます。ただインしないとこの可愛さが伝わらないので、ちょっともうちょっと痩せてから
たいぐらいの感じですけど、まあ可愛かったらちょっと考えようかなと思ってます。次がこれアシンメトリーのシアーテレコフレアのトップスです。今年はこういうシアー素材のトップスが多いなと思うんですけど、結構この辺がすっきりしてる感じで、でアシンメトリーでちょっといいなと思います。あんまりこういうさ、あの首があるメロンのやつとかってもう結構目飽きちゃったので、やっぱりここがすっきりしてる方が私は好きなので、ちょっといいなと思うんですけど、なんかこういうのっていっぱい出てるから結構いっぱい持ってて、去年のチコさんのやつも2色買ってるし、どうしようかなと思ってるんですけど、でも可愛いですよね。ちょっと実物見て考えようと思います。いいよね。でもここがこうアシンメトリーになってるのはすごくいいと思うんですけど、結構着画を見た感じはそんなにここが空いてなかったっていうか、結構詰め詰めだったんですよ。首元もうちょっと空いてる方が好みだったかなと個人的には思うんですが、袖の方も肘から結構ラッパのように広がってる感じなので、ちょっと気になっています。次がジャンパースカートサス付きパンツ、これは太って見えます。もちろん痩せてる人は全然関係ない話なんですけど、お腹周りのお肉感が気になってる人はもう、ちょっと太って見えそうなので、これは私は手は出しません。はい、次がメッシュキャミワンピ、これは若いですこれは若い方の方が絶対いいと思います。私これも手を出しません。はい、次がこれも気になってるんだけど、 T シャツシンプルな、ここに何て書いてあるの、フェブラリーって書いてある T シャツなんですけど、シンプルで使いやすそうともちょっと気になってます。白とベージュがあって、写真ではベージュも可愛いなと思うんですが、なんか最近インスタで見た色と結構違うことが多くて、まあ、これも色を見た感じかなと思うんですが、普通にの半袖でシンプルで、ロゴもシンプルで、どの年代も絶対使いやすそうな感じなので、これはねちょっと気になってます。可愛いです。あとはマーメイドスカートはちょっとたくさん最近持ってるので、ちょっとスルーしようかなと思ってます。はい、次がなんだろう、これセットアップなのかな、ポンチョプラスワンピース。そう、これはポンチョプラスワンピースなんだったら、なんか結婚式とかね、お呼ばれにも着ていけそうな服ですよね。ちょっとシャギーが入ってて、でケープがついてるんですけど、ケープも流行ってるので可愛いなと思うんですけど、なんせ肩幅が気になるので私あんまりこういうきれいめコーデはしないので買わないですが、なんかセレモニーとかにも良さそうですね。全部見ましたけれども、私がそうですね、見てるうちにちょっとね気になるのが増えたんですけど、とりあえず、まあ、去年に引き続きプラトップ気になりますが、ちょっとまあ明日じゃないよね、明後日か考えようかなと思います。あとはシースルーのこのアシンメトリーのトップスはやっぱり意外と買ってしまいそうな気がします。アシンメトリー持ってないから。あとは、T シャツですね、フェブラリーの T シャツ可愛いです。あとすごい良かったらウエストのデザインのパンツも気になってます。なんかベージュ意外と持ってないので、ちょっとベージュ気になっています。こんな感じで、なんかんやこのルナシオンベルコラボは一癖ありの単色コーデっていうことで結構可愛いので、今回全国展開になってこう身近で買えるようになったので嬉しいです。この結構若い人が監修されてて、割とこう若向けなデザインだと思うので、私たち大人女子じゃ難しいかなと思うんですけど、コーデをそのまま真似するんじゃなくってどれか取り入れるっていう分には全然問題ないと思うし、シンプルなので、まあ、使いやすい部分もあるかなと思うので、
年齢関係なく狙っていこうと思います。あと次の方は一部店舗になるんですけど、みんなで作る島村プロジェクトのルティーク×アカルさん、アカルさんがも出ます。一部店舗とオンラインストア限定ということで、身長が153センチのママコーデの方ですね。このコーデ1のシアーのパーカーも可愛いなと思うんですが、シースルーのアノラックパーカーなんですけど、すごい可愛いなと思ってて、ちょっとだけ気になってます。ボイルアノラックパーカーって言って、ちょっとボイル素材なんですよね。クシュクシュクシュってなってて、で透け感があるので可愛いなと思うんですが、ホルターネックのねタンクトップも出されるので、これはインナーにも困らないということで、これもちょっと可愛いなと思うんですけど、ちょっとここが短そうなので、お腹冷えるタイプにとってはちょっと迷うところです。スタイル2なんですが、これの編みメッシュプルオーバーはちょっと厳しいですわ厳しいですわ。編み目もいろいろ細かいのとか大きいのとかあるんですけど、これ割と大きめなので透け感も結構出ますし、若い方がいいですね。大きめだとどんどんカジュアルに見えていくので、ちょっと私は無理ですねスタイルさんのカーディガンはちょっと鮮やかすぎるかな。原色が得意な人は全然年代問わずいいと思うんですが、単色女子にはちょっと濃いですねでベーシックな T シャツとジャンパースカートも出るということで、はい、で今回初めてコラボされるっていうことで、発売日は3月25日土曜日で、オンラインストアは同じ日の13時からっていうことです。ちょっとこのボイルのあのラックパーカーも気になるので、土曜日は久しぶりに一部店舗に行きたいなと思ってて、最近全然行けてないので、でちょっと行こうかなと思ってるんですけど、また購入したら動画で紹介しますので、紹介しようと思ってるので、また見ていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。